こんにちは。こんにちは。池田しおりです。渡辺です。今日は、お団子ヘアのアレンジやってみました。はい、はい、ちょっとお団子ヘアするときってやっぱ毛先の方巻いてたりとかしないと、まあ、まとまらないっていうイメージあると思うんですけど、今日は、またまたストレートヘア寝癖のまんまでちょっとやってみました。朝起きた時、外出先とかお仕事先でちょっとこうパッとまとめないといけない時にすごく使えるアレンジになると思いますので、ぜひ皆さんやってみてください。楽しみです。はい、はい、それでは動画スタート。 N ドットのオイルを使います。3滴出します。髪の毛全体にオイルをなじませます。耳後ろで分けます。後ろの髪の毛を後頭部のあたりで団子にしていきます。この時に毛先が下に来るように持っていきます。トップの部分を軽くほぐしていきます。お団子の部分も軽くほぐします。最後の髪の毛をお団子の上に持ってきてクロスさせて 2,3 回ねじります。クロスした毛先と下の毛先をまとめます。下で結んでお団子にしていきます。最後にバランスを見ながらほぐします。ほぐしたら完成です。今日はまかないでできるお団子ヘアをお送りしました。まかないと毛先がピンピン出ちゃうと思うんですけども、このやり方でやると綺麗にまとまっておしゃれでバランスがよく見えます。本当におすすめなので、よかったらやってみてください。バイバイ。